あの男が味方になるのかもしれません。どうもみなさん、チャオモカです。ということで今回は灰谷兄弟についてお話をしていきたいなと思います。この灰谷兄弟ってところに関してはね、だいぶ前からこの灰谷兄弟に関係する考察があるっていうところで生配信でねずっと言ってるところではあったんですけど、実はこの今回の233話ですよね、そこで蘭が各長を担いでいたっていうところだったりとか、この三点戦争内での描写っていうのも考えてみたら、この今まで考えていた灰谷兄弟に関係する考察っていうのがね、またさらに一歩進んでいるような状態ではあるので、もともと考えていたところプラスこの三点戦争内での描写っていうのも加えつつの灰谷兄弟についての考察っていう風になってくるんですが、今回考えていくのはこの灰谷兄弟であるランとリンドウですよね。以前ね、生配信なのか別の動画内で言ったのかちょっと忘れましたけど、実はこのリンドウが後々味方になるんじゃないのかみたいな話を確かチラッとしてたんですよね。っていうのでこの二人のうちの片方林道に関しては竹道の味方になってくれるのではないのかっていうところで、もう一人の蘭ですよね、この蘭に関しては死亡してしまうのではないのかっていうふうに思うんですよね。以前ツイッターの DM とかでいただいたところに関しては、林道が死んでしまうのではないのかみたいな、そういった意見をねいただいたりしているわけなんですけど、僕はそれとは逆で、蘭が命を落としてそれによって林道が竹道の味方についていくっていう、そういった展開になってくるんじゃないのかっていうふうに思うんですよね。でその林道が竹道の味方についていくときに、各長も一緒に竹道の味方についてくれるのではないのかっていうふうに思うんですよ。で、それが一体なぜなのかっていうところで、まず注目していきたいのが、この蘭と林道の花言葉ですよ。やっぱりこの灰谷兄弟の二人の名前っていうのが、花の名前っていうので、花言葉がね、気になってくるところではあるんですが、まずは蘭ですよね。この蘭に関しては、胡蝶蘭っていう花があるわけなんですが、この蘭に関しては、花の色によっても花言葉が変わっていくみたいなんですが、大体どの花に関しても、幸福系の話だったりとか、愛情ですよね。純粋な愛とか、優雅とか、そういったような意味があるんですよね。っていうので、幸福が飛んでくるだったりとか、純粋な愛っていうものがあったりするんですが、それ以外で言うと、美人とかね、わがままな美人とか、なんかそういった意味もあったんですが、この幸福が飛んでくるっていう花言葉、これが何にちなんで付けられた花言葉なのかっていうと、この胡蝶蘭っていう花の名前の由来ともなった蝶が舞っているような見た目にちなんでるらしいんですよね。っていうのでちょっとこの蘭っていうのと蝶って考えたらね、東京リベンジャーズって言ったら各蝶が出てくるわけなので、蘭と各蝶っていうののつながりがね、ちょっと名前からも見えてくるのかなっていうふうに思ったりもするんですが、やっぱり蘭はね、各蝶に何かしらの感情を抱いているわけですよ。今回の233話でも各長に肩を貸してあげていたりとか、関東事変の時に関してもね、イザナと各長が倒れていて2人の目を閉じてあげたのがランだったんですよね。でその時になんだかんだあんたらに憧れていたからなっていうようなことを言っていたので、そういった憧れとか尊敬の心をやっぱり各長に対して抱いてると思うんですよね。だからこそ今回も各長を運んであげていたっていうので、とにかくここから離れた方がいいっていう、ここにいたら危ないからとりあえず逃げようっていうので、ランに関しては各長を連れて行ったんですよね。兄弟っていうのを考えたらね、リンドとランがね一緒に逃げていくっていう風になるのもそれっぽい感じはしますけど、そうはならずにランは負傷している各長を運び出してくれているっていうので、やっぱり各長のことをそれだけ大事にしているのかなっていうところでもあるんですが、この各長を大事にしているっていうところも一つのねポイントになってくるかもしれないんですけど、続いては林道の花言葉ですよね。この林道の花言葉に関しては、勝利だったり正義感っていうものがあったりするんですけど、先ほどの蘭に関しては純粋な愛っていうものがあったんですよね。でこの愛っていう部分でいくと、林道に関しては寂しい愛情っていうものがあったりとか、あなたの悲しみに寄り添うっていう部分があるんですよね。なんでさっきの蘭の幸せっていうのとは対照的な意味があるんですよ。寂しいっていう部分で寂しいとか悲しみっていう部分で、まさに対照的なところですよね。
で、このあなたの悲しみに寄り添う寂しい感情っていうのは群生せずに単独で自生する特性から付けられたっていうので、つまり一人で生きていくことができるっていうところですよね。でもこのリンドウに関してはハイタニ兄弟っていうのでずっとランと一緒にいるわけなので、まあちょっと意味的にどうなのかっていうところではあるんですけど、後に一人になっていくっていう展開があるのかっていうふうに考えてみたら、ここからもどこかでランが倒れてしまってリンドウが一人になってしまうっていう、そういった展開につながってくるのかなっていうふうに思ったりもするんですが、じゃあなぜこのランが倒れてしまうのか、死亡してしまうのかって考えた時に、まず一つとして可能性として考えられるのがサンズなんですよ。この三点戦争内でランっていうのはサンズと戦っていたんですよね。で、このサンズっていうのはやっぱり最終章の中でかなり重要な人物なわけですよ。未来でも梵天のナンバー2っていうのがあって、その梵天の時に人を撃ち殺しているのがあるし、すでに過去でもムーチョを殺しているっていうのがあるので、誰よりも早く人を殺してるんですよね。マキサキがイザナを撃ち殺したっていうのとか、エマが死んだとか、バジが死んだとかっていうのもあるわけなんですけど、放送とか全く関係ないところでサンズはムーチョを殺しているっていうのがあるので、誰よりも危うさがある人物なんですよね。っていう風に考えてみたら、この三点戦争内でサンズっていうのはランと戦っていてかなり苦戦をしていたわけですよ。息切れをしていたし、ボロボロだったっていうのがあるので、今まさにランは背を向けて撤退している状態なわけですよ。っていう風に考えてみたら、ここでサンズがやらかすっていう可能性はありますよね。背を向けているラン、そして武器を持っているサンズっていうのを考えてみたら、もしかするとランの後を追いかけていって、さっきは散々やってくれたなっていうので背後から一撃食らわしてしまうみたいなね、そういった危うさを持っているのがサンズでもあるし、最終章でかなり重要な人物であるにもかかわらず、2008年でサンズってまだそんな大きいことをしていないわけですよね。未来でナンバー2であんだけ重要そうなポジションにいるのに、2008年ではサンズは大した動きをしていないわけですよ。まあもちろんこの関東卍會を率いて戦っていたっていうのはあるんですけど、サンズの戦いが描かれたのって一瞬なので、まだ重要な描写っていうのがないんですよね。っていうふうに考えてみたら、マイキーがサウスを殺したっていうのがあって、そこで終わるのではなく、サンズがそこに追い打ちをかけるようにランをやってしまうみたいなね、そういった展開も十分可能性としてはあると思うんですよ。で、そことつながってくるのがこのリンドウの花言葉ですよね。リンドウっていうのは寂しい愛情だったりとか、あなたの悲しみに寄り添うっていうような花言葉があるわけなので、つまりこの寂しい感情っていうのを抱くわけなんですよね。サウスを失って悲しむのかって考えたら、やっぱりその可能性は低いと思うんですよね。まあそれはリンドウだけに関わらず、この天竺組全員に言えることかもしれないですけど、サウスのことを気に入っているとか、サウスが好きで六原短大にいるとかではないので、そう考えてみると今回サウスが倒れたっていうので、リンドウがこういった悲しい気持ちになるっていう可能性は低いと思うんですよ。じゃあこのリンドウがそのだけ悲しい気持ちになるとしたら何なのかって考えたら、兄弟であるランの死ですよね。それによってこんだけ悲しい気持ちになっていく。そしてそのランをやった人物がサンズだとすれば、サンズを許さない、関東卍會を許さないというふうになってくると思うので、まあ今サウスがやられたことでね、六原短大が敗北したっていう風になるわけなんですが、そうなってくると六原短大が関東卍會の下につくっていう風になってくるのが自然な流れですけど、リンドウに関してはサンズへの恨みがあるっていうので、関東卍會には行かずに竹道側に来るのではないのかっていうところで、まあただランがやられたっていうだけでリンドウが竹道側に来るのかって考えたら、それだけではね理由として薄いかもしれないですけど、このリンドウのもう一つの花言葉である勝利とか正義感っていうのを考えてみたら、やっぱりそのやられてしまったラン、自分の兄であるランをやったサンズへの仕返しですよね。自分の兄の立場を考えての正義感っていうので、ランをやったサンズがいる関東卍會の方には行かないというふうに考えることもできるし、もしかするとランに関してはただサンズにやられてしまうっていうのではなくて、拡張ですよね。拡張っていうのは今かなり負傷しているわけですよ。なんとか起き上がってランが肩を貸してくれて今歩いている状態ではあるんですけど、もともとマイキーにねあんだけボコボコにされているわけなので、もう相当負傷している状態なんですよね。っていうふうに考えてみたら、拡張が狙われるっていう可能性もあり得る気はするんですよ。だって六原短大の主席っていうのでもうナンバー2なわけですよ。っていう風に考えてみると、トップであるサウスがやられた、そしてそのまま六原短大が帰っていくのであれば、この六原短大というチームが総大であるサウスがいなくなっただけなので、拡張がトップとして再び六原短大が動き出すっていう可能性もゼロじゃないんですよね。っていう風に考えてみたら、この拡張を狙ってサンズが動くとか別の誰かが動くっていう可能性も十分あり得るわけなので、その
その拡張を守ってランがやられてしまうという可能性もありますよね。こんだけ負傷している拡張、そしてランっていうのは拡張のことを大事に思っているわけですよ。もちろん林道のことも兄弟として大事に思っていると思うんですけど、拡張のことも憧れているし大事に思っている。でしかもこれだけ負傷しているっていうのを考えたら、ランが拡張をかばってやられてしまう。そうなってきたらね、拡張に関しても自分を守ってくれたランですよね。そしてそのランの弟である林道、この林道はランがやられたことで関東卍會には行きたくないっていう風に言っている。じゃあどうしようってなった時に竹道ですよね。拡張がいることことによって林道と拡張2人で竹道側に行く、そして2人で乱をやった関東卍會に仕返しに行く。それによって竹道と利害は一致するわけですよ。関東卍會を潰す、マイキーを救出するっていうので、利害として一致するっていうので協力していくって可能性は十分あり得ると思うんですよね。やっぱり拡張に関してはね、竹道を六原短大に勧誘していたっていうのがあるので、なぜ拡張は竹道を勧誘していたのかっていうのがまだ明かされていないし、気になる部分でもあるんですよね。なぜ拡張が竹道を勧誘していたのか、六原短大に竹道を入れて六原短大が強くなるとか、そういうことはないわけですよね。で、あの竹道の勧誘っていうのがね、サウスの意思だったのかって考えたら、サウスに関してはドラケンをね味方にしたいっていう風に言ってるだけなので、竹道のことを欲しがってる感じはしないわけですよ。サウスっていうのは自分の時代を作るために六原短大を作ったっていう風に考えてみたら、強い奴らを入れていくっていう風に考えてると思うので、じゃあ竹道を入れるのかって考えたら、竹道ってそんな強い人物ではないわけですよね。っていう風に考えてみたら、竹道を入れるっていう風にサウスは考えていないって考えると、竹道を誘ったのは拡張の意思っていう風に考えてみると、拡張は竹道にそばにいてほしいっていう風に考えてる可能性はあると思うんですよ。やっぱり拡張はイザナを失ったっていうので、心にぽっかり穴が開いているような状態だと思うんですよね。で、もともと拡張は天竺の時に関しても竹道に助けを求めていたわけですよね。でも未来では竹道を売っているっていうのがあるので、あの時拡張が竹道を売ったのは自分のヒーローだった竹道、そして今も救ってほしいっていうので拡張が竹道にお願いしたけど救ってくれなかったっていうので、未来の拡張はね完全に犯罪組織の東京卍会にいるわけなので、救ってくれなかった竹道っていうので売ってしまったっていう可能性もあるので、やっぱり拡張に関しても過去と未来でね、だいぶ考え方が変わってる人物ではあるので、過去に関しては殺しを許さないような人だったっていうのがあるんですけど、未来では自分で売ってるっていうのもあるし、殺しを容認してるっていうのがあるので、その変わりようっていうのも竹道が関係しているとなれば、まさに今の拡張はね、イザナを失って心に傷を負っているような状態、天竺の夢を継ぐかどうかっていうところに関してはまた別の話になってきますけど、それこそ梵天にはね、イザナの存在っていうのが重要になっているっていうのがあるので、天竺の意思を継いだ拡張も重要になっているって可能性はありますけど、天竺の意思を継いだとは言っても、その意思を継いでる拡張の心にはぽっかり穴が開いているわけですよ。っていう風に考えてみたら、過去の拡張っていうのはやっぱり殺しはダメっていう風に考えている。でもイザナを失って心に穴が開いている状態っていうのがあるので、もしかすると拡張自身はこのままだと自分もおかしくなってしまうかもしれない、そういった悪い道に行ってしまうかもしれないっていうので、それを止めるためにも竹道にそばにいてほしい、竹道に助けを求めたいっていう風に思っているからこその勧誘だったっていう風に考えてみたら、どこかのタイミングで拡張が竹道側に来る、そしてその時にランがやられているのであれば林道も一緒に来るみたいな、そういった展開も十分あり得るんじゃないかなっていう風に思ったりもするんですよね。もちろんランに関してはね、未来で梵天に所属しているっていうので、未来では生存している人物ではあるんですけど、すでに竹道がブラフマンに入っているって時点で過去が変わってるし、明石に関してもね、千住と若と弁慶っていうのに全てを尽くすと誓ったっていうのを思い出しているっていうのがあったりするので、もう未来に関してはね、すでに大きく変わっている状態ではあると思うんですよね。梵天がなくなってるとか、そういった風になってるかはわからないですけど、構成メンバーが変わってきている可能性っていうのは十分あり得るわけなんですよ。やっぱりドラケンに関しても今回倒れているっていうのがあるんですが、未来ではピンピンして生きているっていうのがあるので、その辺とかも考えてみると少なからず未来は変わってるんですよね。そうなってきたら梵天に所属していた明石とかランとかっていうのがもう梵天には所属していないっていう可能性はあるんですよね。明石は普通にそういった悪の道に進まなくなったことで梵天に入らなくなった、そしてランに関しては命を落としてしまうことで梵天に入らない、そして林道と拡張っていうのはランが死亡してしまったことによって三途とかそっち側には行かなかったっていう、そういった可能性も十分あり得るんじゃないのかなっていうふうに思ったりもするんですよね。
はい、ということで今回は灰谷兄弟についてお話をしました。ぜひね、今日ね、このところましたらコメントよろしくお願いします。ということで今回の良かった方はぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンよろしくお願いします。それまた次の動画でお会いしましょう。